考えと違った、一味違う。待ってごめん。もう違った一味違う。皆さん、応援、オーディエンス投票、よろしくお願いします。お願いします。すげえ、今のすげえ、見た、今のムーブやべえ、見ました、すげえ、みゆう、すげえ白いとこでやったら、いいよいいよ、はい、お疲れさん、コメントじゃなくて、あ、見えないよってことですね、かわいい、いいよいいよいいよ、そう、話して、ランド5、頑張ります。はい、それだけ、どうぞ、はい、穴が下に来る、すごい、取っとけばよかった、すごい、バックの方でこの短時間でやばくない？長すぎ、長すぎっていうの、この長さ、この幅、はい、ちょうどかな、今まではずっとここから見てる側で、でも自分が出るとか全然思ってなくて、でももうラウンド5で初めて出ることになって、なんかもう正直練習からずっと緊張して、なんかプレッシャーもあって、ちょっとみんなに迷惑かけてるかなとか思ってて、結構暗くなっちゃってた時もあったんですけど、もうメンバーのみんなが全然そんなことないよとかなんか言ってくれたりして、すごい励みになったから、今はもうやるしかないっていう気持ちしかなくて、まあ、多分本番前は絶対緊張しちゃうんですけど、まあでもなんか今はもう本当にチームのみんなでできることをやれたらいいなって思います。今回ステップマッチャー、ステップマッチャーさ、今回あのクッキング全然気を使わせない先輩なんですよ、本当にすごいやりやすい、結構仲いいですね、そうご飯食べ行ったりとか、うん、一緒に踊ったこともありますし、はい、なんだろうね、気づいたら仲良かった、はい、めっちゃ居心地のいい、優しい、優しい、優しい、絡みやすい。俺的にはもちろん素晴らしいチームいっぱいいますわ、はい、だけどサイバーが一番自分らと匂いが似てるなと思ってて、っていうのもやっぱり既存のチームではなく、いろんなエキスパートを呼んできて、それで1個のチーム作り上げたっていう一種のチームと自分のチームがすごく雰囲気が似てるというか、なんかこう通ってきてる道が一緒だからこそ気になりますよね、やっぱ何やってくるのかなとか、で逆に多分フィッシュも秋彦さん絶対こんなことやってきそうだなとか、何々やってくるんだ、多分ね、すげえ思ってると思う、序盤思いますね、もう秋彦さんワールド果てしないんで、もう関係なくなってきましたけど、序盤は気にしました、序盤はね、はい、なんだ一応敵だけどリスペクターありきでやってるから、あんまりなんかバチバチではないけど勝ちたい気持ちはある、だけどなんかこう落としたいみたいな感じはないっていう一緒に上がってきたら本当はいいベストなのに、はい、それができないのは苦しいですけど、ね、まあどっちかという、はい、頑張りましょう、頑張ります。あ、ありがとうございます、聞きたいこともいろいろ聞かせてどうもありがとうございます、ありがとうございます、すいません、お邪魔しました、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、まず来てた、こっち行った、はい、お願いします。セプティーニラプチャーの皆さん、どうぞステージにお上がりください。セプティーニラプチャーです、今日も一日よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと頭から音でやる前にちょっとまず場見ちゃおうか、番号何で決めたっけ、外 3.5 の、うん、1.5、その感じでいいですかね、この感じでちょっと立ち位置立ってみて、後ろから出てくるとき3人いっぺんに出てきちゃダメだからね、今どういう感じで出てきてる、あ、一人ずつ出てきて、あの後ろが揺れちゃうから、だからなるべくちょっとバランス見てどこで行ったらいいかっていうところ、 Do you make me mellow? I love you from head to toeKeep it going on, stop and slow, like buttermilk on a door.
ケイ。ありがとうございます。あくまでも主役とかじゃなくて、みんな主役だから、コーラスという、やっぱり例えば、かっこよさも絶対あるし、そこの部分がやっぱり出せないと、ただ埋もれてっちゃうようなもので、助けてるっていうか。頑張ります！頑張りましょう！よろしくお願いします！お願いします！お願いします。めちゃくちゃ頑張ります。頑張ります。演じます。ハットだけ落ちなければ大丈夫、はいはい。まあ、曲自体がメローって曲 で自分すごいネオソウル好きで、まあ、そこのネオソウルの音楽を使うイコール、まあ、ただ単純にダンスだけ見せるっていうのだとやっぱりちょっともったいないなと思って、せっかくこういう音楽でもうすごい色気があるような音楽なんで、まあ、詞もめちゃめちゃ色気ある詞なんですよ。だからこれなんかバーでなんかこうライブしてるような感じでやった方がかっこいいのかなっていう思いから、ダンスだけじゃないその一般の方たちも楽しめるようなコンテンツ、そのエンターテイメントの部分を、エンタメの部分をちょっと考えた時にちょっと今回は小道具使ってみようかな。でも小道具ってかなりリスクも高くて、やっぱりさっきもリハーサルで帽子を落としてしまっただったりとか、マイクが壊れてしまったとか、いろんなリスクはあるんですけど、これが 100% 120点出せた時にやっぱりすごいものになると思ってて、でそれをでしかもその小道具を使うっていうのとエンターテインメントに寄りすぎると、どうしてもダンスやりたかったダンスっていう部分が少し見えづらくなったりする。そこら辺の懸念点はありながらも、自分がもし演出ディレクターとしてだったらどう出せるかなって考えた時に、このメローって曲でバーで、シンガーがいてバックダンサー2人いて、コーラスが3人いて、バーテンダーが1人いて女性がいるっていうその構成のもと、全てが1個のシーンに見えるような形ができればめちゃめちゃいいんじゃないかなって思いから、でやっぱりそこを求められてる部分もあると思ったんで、秋彦がやるとこうなる、エンタメ秋彦が思うエンタメってこういうのだろうっていうところで、今回は小道具を使わせていただきました。かなりリスクは高いですけどね、はい。セブンの時はもうベイちゃん、今回のネタがただ踊るだけじゃなくて、テーマありきのもので、まあ、役割がそれぞれあって世界観がすごい大切なものなんで、まあ、芝居に近いようなことをしてきたことない子もいるんで、そういう子たちが多分今回初めてそういうのに挑戦してる姿も見て、やっぱみんなやるときはやるのは知ってるんですけど、やっぱそうだなっていうのは感じました。でやっぱ秋彦さんの作る作品すごくて、投資で見た時に単純に見てて楽しいと思ったんで、これが見てる人にも伝わったらいいなっていうのはめっちゃ思います。ではラウンド5やってまいりましたよ、今回はねちょっとね、まあ、ちょっとイメージ変えて、まあ、そのエンターテインメントという、ね、エンタメの部分を盛り込みましたが、全てが一つになって一個のシーンを見てるように見えたから、みんなが本当にさっきも言ったけど小道具だったりとかそういった部分のミスがなければ、これはいい点数ジャッジからもらえるんじゃないかなって本当に思ってるんで、今回はケインがねサポート役でこっちに入ってくれました、その気持ちをみんな背負って、はい、しっかり、結果を出してほしいなと思います。はい、はい、大丈夫でしょうきっと、みんなの、ね、また、ね、毎回言うけどできると思います、はい、うん、アーティストだと思って、はい、はい、じゃあ9番目ということでラスト、それにふさわしいダンスだと思っているので、自身も頑張りましょう、はい、はい、出ないケインも自分も出てる思いで見てあげてください。行くぞ、シェイ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 、見かけよ、優勝すんだ、優勝、俺ら優勝するわ。Round 4, 第8位、Septeni Raptors!
今回バーテンダーの役のバックの背景の絵を僕が描かせていただいております。1週間前くらいに急遽お話をいただいて、急いで猛ダッシュで気持ちを込めて描きました。4戦やってきましたが、このネタが瓶のデザインになってます。バーのバックので優勝までの道のりを得てトロフィーが置いてあるっていう仕組みになってます。それをね、絵の中で探してもらって、あとは秋彦さんの流れ星がどっかに隠れてます。どこだろう、どこだろう、どこだろう、どこでしょう。僕は今回バーテンダーの役をやるんですけど、もともと演技とかやってたのもあったので、まあもうダンスの中でその振りをするっていうのはまあ楽しくて、今回結構その役を任された時にちょっと心配だったんですけど、役を楽しくできるようになったのですごい良かったと思いますし、本番の時に実際にちょっと喋ってて、さっきリハーサルの時に実際ステージ立った時に、まあ、なんかアキさんが声をかけてくれて、で、まあ、喋る予定はなかったんですけど、アキさんがこう声をかけてくれて、いい音楽ですねって言われてで、まあ、なんかあそうですねみたいな感じでこうちゃんとお客さんと店員さんのこの役をしっかりステージ上でもやってます、はい、本番でも多分やると思うので、そこもちょっと注目してみてもらえたらと思います。はい、はい、はい、ケン君も最高のサポートをしてくれます。頑張って、はい、セッティングしていきます。よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい。得点が入った結果を見ていきましょう。おっと20ポイントがフルキャストレーザーズに入っているぞ。この後はどうなっていく。18ポイントがエフェクトレールバッツ。さあ順位どうなる。入れ替わったが、ラウンド5 The winner is Septen Raptor。メンバーの皆さん、どうぞステージにお上がりください。
今残ってるくじが1と5です。さあ決めます。ラウンド6は5番です。ラウンド6は5番です。まずそのハッスルとかはスタイルハッスル、そうです。自分は経験したことがあって何度かやってたんで、その自分でも女役しかしたことがなくて、その男役で本当に男になれるのかなってすごい不安だったりとかもあったんですけど、アキーコさんからもアドバイスいただいて、なんかこう本当に女の人を落とすようになんか本番はできたと思うし、なんか何だろう、何言ってんだろうってちょっと今思っちゃったんですけど、いやいや自分が本番は男になりきれたのかなって思います。なんか何ら違和感なくこう入り込めたのは、やっぱみゆちゃんがそういう世界とか空気を作ってくれて、だからもう私も思いっきり委ねて、あきさんもっと力抜いてくださいとかみゆちゃん言ってくれたんで、なんかそういう言葉をもらって、あ、もっと自分の身を預けようっていう風に、あ、もっとこう委ねようって思ったし、よりこうなんかみゆちゃんが入り込めるように私ももっとこうやっぱりこう大人っぽくじゃないですけど、まあもう一応大人なんですけど、なんかやっぱ雰囲気とか細かい仕草とか目線とかは意識してやりました。なのでなんかこうみゆちゃんもそういう空気を作り出してくれて、私もすごいスッて入り込めたので、なんか自然となんかやれたかなっていうのはあります。はい、じゃあお疲れ様でした。ですね、まずまあみんなおめでとう、ね、ありがとうございます。最高だったと思います。で、これでね、俺が今回で今思ったのは、一番底辺にいたようなうちらでも1位を取れるという現実的にそれを示せたっていうのは、他のチーム、そこのチームに示しをつけてたんじゃないかな。 D リーグとしても例えば今までだったら ABEX だったりとか、やっぱ強いチームいっぱいいる、その中でオーディエンス票もしっかり獲得するチームが1位を取ってた中、前回のモノリスもそうだし、今回の設定にっていうのは、そういった意味で、なんていうのかな、いい意味で貢献できたんじゃないかなっていう、俺は戦いだったなと思いました。でもここで俺が思ったのは、より難しくなるな。で、よりみんなが一人一人がめちゃめちゃ頑張んなきゃいけなくなるっていうのが明確に分かったこと。普通だったらもう優勝おめでとうよかったねでハッピーで終わりたいところだけど、ここはあえて俺は厳しくディレクターとして言いたいのは、これは俺もそうで、今回出てなかったけどケインもそう、全て、この勝ち取ったのはみんなのおかげで勝ち取った、だからこそこの勝ちを、なんだろうな、マイナスな方向に持ってってはいけない。じゃあどうすればいいか、とにかくみんなが一つになって、これからも、みんなで切磋琢磨して精進していかないと、絶対泣く人が出てくる。逆に言ったら、愛とか絵を描けなかったらあれは生まれなかったわけだしとか、逆に演者としてみんなが頑張って、今回はコーラスというものだったかもしれないけど、そこにちゃんと命を懸けて踊ってくれた、バックダンサーとして命を懸けて踊ってくれた、バーテンダーとしてやってくれた、女性としてやってくれた、シンガーとしてやってくれた、そしてケインがああやって一生懸命作ってくれて、みんなのものを見て、こっちの方が俺にいいんじゃないですかね、俺は右腕になってってあの時話したの。俺はある意味そこでケインが成長できると思ったから、まあ、そういう言葉をかけたけど、逆にここにこっちの立場になってみて見えてくるものも絶対あると思うから、そう、俺は出てなくても成長してると思う。そう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 、ある意味みんなよりももしかしたら経験値がちょっと上がったかもしれない。優勝をこうなんつうの、生で感じたのはみんなかもしれないけど、経験値を上げたのはもしかしたらケインも同じように上げてると思うから、みんなはちゃんと感謝の気持ちを思ってほしい。はい、うん、はい、でも俺からするとみんなにありがとうって毎回言うけど、みんなにありがとうって思ってる。うん、ある意味アゲハは多分 1,2,3,4 とあれだけサポートして、あんなことできないと思うの普通だけど、あそこまでサポートしたからこそ生まれたものかもしれないし、うん、あそこで多分アゲハは成長できたと思うんだよね。だからこそケインへの思いだったりとかも人一倍わかるし、うん、だからあの言葉が出たのかなと俺は思うし、うん、だからみんなで支え合って一人一人が責任持ってこれから頑張っていけたらいいかな。はい、はい、はい、でもとにかく今日は最高でした。ありがとうございました。誰が何と言おうと僕たち、私たちが1位でーす。